あのおさげの確かイマジアニさんの幼馴染のちげえよ、おさげじゃねえよ、女学生。僕お前らしいな。こっち見て、こっち見て。紅茶と炭酸水一つずつください。はい、かしこまりました。こっち見て、こっち見て。親戚のミサエちゃん。でも乱馬師匠の割は大層なもんで、その豪快な遊びっぷりときたらすごいもんだって評判ですよね。飲み屋街でも大人気で羨ましいな。そんなのね、お安い御用だよ。ん、おし、わかった、割り全部使っちまおう。ね、私のおごりですよ。跳ねたらさ、豪快に遊びに行こうじゃないの。え、あ、いい、私がね、クソバカ真面目じゃないってとこ見せてやりますよ。あ、いやでも、私お酒飲めませんから。いいじゃないの、私の俺なんだから。いやでも全然、ほら、アニさんも飲んでください。もうほら、はい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 、わかりました。アニさん、からやめましょうって言ったんです。イマジアニさんはどうもお酒も向いてないみたいですね。大きなお世話ですよ。ちょっと、あ、うん、あ、これは朝も早くからご苦労さんに。どうもおはようございます。朝帰りなんかして体壊したらどうするの。ですから大きなお世話ですって。藤子さん、釣りエサはどないしたらええ？ああ、その中に入れといてもらおうかな。おお、落ちます、落ちます。大阪から越してきたんです。今月からこちらの店のお手伝いよ。ああ、ね、それはそれは、うん、ご世話出ますこっち。お酒臭いも帰ってよ、遊びなんてみっともない。ああ、いや、あの、それは、種おばあちゃんがいなくなってからまともな暮らしできなくなってるんだね。ええやないですか。話し家さんは夜遊びも芸の肥やしになる言います。あの桂春団地しようかって。そうそう、あんたいいこと言うよ。え、もう分かったから。よいしょ、そしてあいつはね、あの藤子って女、子供の頃からそうなの。何かつっていちいちあたしの前で当選坊するみたいな、そういう、ね、当選坊女なんですよ。ほら、しっかり。ひまじゃりさん、もう少しですか。もうほっといてくださいよ。ひまじゃりさんはいつかきっと名人になります。あたしが保証します。あんたに保証されてもね。今井さんは風邪かい。ひどくこじらしちまったようで。いらっしゃいませ。兄さん、ああ、よかった。今日もお休みかと思ってもヒヤヒヤしたんですよ。食いぶちはこれしかないからね。今月に入って3回も口座に穴開けたこと、師匠の耳にも入ってます。まあそうだろうね。そうだろうねって、このまんまじゃ破門かね。あれ、皆さんここから出世していかはるんですね。へい、私話し家さんのお嫁さんになって、ゆくゆくは一門のおかみになるのが夢なんです。お久しぶりです。今治
が体を藤子さんから聞きました。今地さんとは子供の頃からのお知り合いやって。まあまあ、あのね、この後私の講座ありますから楽しんでいってくださいね。はい。桂千治師匠も林家三平師匠も異例の速さで真打ち昇進だそうで。いや、兄さんだってすぐですよ。兄さんは天才ですから、将来の大名人ですから。この人たちがちょっと異常に早すぎるだけですから。また慰めですか。いや、それとも万年二つ目のあたじゃ、そういう言い訳でも言ってなさいってことですかね。あ、名前聞います。お許しを。何？今ジャニーさんはもうとっくに真打ちになってもいいだけの芸を持ってると私は思ってます。でもなれない。師匠が認めてくださらない。それがどうしてか兄さんは本当は分かってるはずです。あのね、師匠の今助は新作落語で名を馳せてきた方です。兄さんもご存知のように師匠は今でも新作落語で勝負を続けてます。なのに弟子の今治兄さんはこの1年以上高座で古典しかやってない。どうしてですか？兄さんがいくつも新作を書き溜めてるの私知ってます。どうしてそれをやらないんです？兄さん、古典を極めてからの新作、それが私の流儀ですんで。このままじゃ寄席からのお呼びもかからなくなります。今地さん。大喜利、大喜利出番ですよ。今行きます。早く兄さん。ヨネさん、いても立ってもいられなくなって。このまま話し家の兄さんが埋もれてしまったら日本の伝統芸の大損失です。買いかぶりですよ。兄弟子の米丸師匠に会いに行ってきました。米丸師匠？今助師匠との間を取り持ってくださるそうです。今助師匠に頭を下げてください。お願いです。私の最後のおせっかいです。最後？国の山形の父が倒れました。なので話し家は廃業です。国に帰って農家を継ぎます。そういうことですんで、短い間でしたがお世話になりました。ありがとうございました。今じゃ兄さんの小気味のいいクソバカ真面目な落語大好きでございました。ではここいらでお笑いを一席よろしゅうございましょうか。今と違って昔は市内を1円で走る自動車がございまして、まあだいぶ安くございましたが、ガソリンが全盛の時代でございましたので、まだボロボロの円卓が平気で流しておりました。おお、大将大将大将、向こう島だろ。上がってるよ上がってるよ。乗ってきな乗ってきな乗っていなって、さっきからいくらだって聞いてるだろう。まあ弱わせ。おー、冗談じゃねえ。まあ仕方ねえな。じゃいけない。いのふんういってい の, ふんのういってういっうーらーやった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 。おー、こいつは驚いたね。あたね、これぐらいで驚いてちゃ大成しないよ。どうやったら車乗るってね。おめえさん、そりゃ自然にガソリンがなくなります。
おさまきさまでした。